石破総理大臣は来月にも韓国を訪問することを検討していて、石破外交にも影響が出てきそうです。私どもとして特段のかつ重大な関心を持って注視をいたしておるところであります。在留邦人の安全については引き続きその安全に万全を期してまいる所存でございます。日本政府は韓国に在留する日本人に注意喚起のメールを出すなど対応に当たっています。石破総理は今朝の時点で被害は報告されていないことを明らかにしました。一方、外交への影響を心配する声が出ています。石破総理は来月にも韓国を訪問し、ユン大統領と会談することを検討しています。日本政府内からは訪問が厳しくなった、ユン大統領が持たないなら行く意味がないといった指摘が早くも出ています。別の外務省関係者からは、岸田政権でユン大統領との良好な首脳関係が築けたのに、韓国の政治情勢が不安定になるのは残念だとの声が上がっています。さらにアメリカでトランプ政権が誕生することで、日米関係の先行きが不透明になるとの懸念がある中、ある外務省関係者は、別の不安要素は避けたい、このタイミングで強固な日韓関係を失うのは痛いとため息をついていました。以上、中継でした。